おはようございます。レイ名古屋でインストラクターをやっております、伊藤美沙です。はじめまして。今日は、ジャズのレッスンをやりたいと思います。今日使う曲はマカロニ鉛筆というバンドのミュージックという曲を使って踊りたいと思います。すごくコミカルな歌詞とかリズムで楽しい感じなんですけど、よくよく歌を聴くと結構泥臭さだったりとかがある感じの曲なので、楽しみつつでもちょっとなんか、思い込めつつみたいな感じで、気持ちよく踊っていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、では振り早速いきます。はじめ、真ん中からスタートします。右手で顔の前を手で書くような感じ、なんかちょっと人混みを書くような感じでブン書いたら、そのままもう一丁右手で顔をなぞっていきます。一個書いてから顔をなぞる感じで、この時に、右に進みます。もう一個右に振って乗っかってください。右左右、そしたらこの右足を蹴ってインサイド一個回ります。インサイド回ったら体は斜め後ろ向きまで行くような感じ、ちょっと背中を見せるような雰囲気で一周回りきらない。でこの時に手が回る時は気にせずに、最終的にちょっとお腹を押さえるような感じ、ここから一個トントン、左足かかと重心、右足つま先に乗っかってチョンチョン、一個アクセント入れたらすぐ正面に戻ります。で、は、は、自分の肩を触って下ろすだけです。右足スタート、もう一丁右に乗ってインサイド、はは前に戻ります。そしたら右の足から1,2,3 歩目で体上げてきます。この時全身もめちゃくちゃ脱力してもらって、もうダランダランダダッって感じで上がってきてください。ダラダラの状態、1,2,3歩目。で、手でお金のポーズ作ります。人差し指と親指つけて、お金のポーズつけたら、これを頭の上から開いてくるイメージ。この時に左足を後ろに引いて用意。ここから左足に乗っかって、一歩回ります。最終的に、左足体重、右足がちょっと上にクイッと上がってくるイメージです。下に降りました。3歩。1、2、ダダ、用意。左回り。右足が上がります。右足が上がるときにちょっと左手が上に上がってくるようなイメージにして、このままポンポンポン。指、1、2、3。3回ぐらい、ちょんちょんちょんって触りつつ、上に、はは、上がってきてください。これがさっきの、インサイドもありました。お腹、アクセント、正面、1、2、ガガ、よい、回って、1個、わわわ。で、いきます。上がってきたら、そのまま、ちょっとここしんどいんですけど、上がりました。もう一丁上がって、軽く右に移動しながら、しゃがんでいきます。しゃがんだら、このバウンスの力使いながら、左足、右足、かかとを、見る、見るってイメージで、下で、キャピ、キャピ、もう一丁上がって立ち上がります。ちょっとここしんどいポイント。上がる、よっこらせ、ぴょん、ぴょん、ふう。そしたら、立ち上がってきたらすぐに、手が胸のライン、下ろして、右手だけアップ、シャシャシャ。で、この頭を抜いて、右手が、左手だ、すいません。左手が胸に寄ってきます。シャッシャッシャッ。頭通したら、左手が胸のラインに持ってきます。今のお金、ぴょん。キャピ、キャピ、アップ。すぐに、ふ、横向きになります。足は着地したらすぐ左足を後ろにつけてバランス取って、はぁはぁはぁ。頭通すときに左足一緒に来て、横向きで、左手が胸のラインに来ます。このままこの手キープしたまま、一個、胸がちょっと
バイキングみたいにグーンって上がるようなイメージ。一個ゆらゆらします。ゆらゆらしたら、一、二、三、で、後ろ向き。まで行きます。キャピーキャピー、ジャンプ、ムーネ、フー、横向き。揺れたら、右、左、右、で、後ろ向きまで行きます。この時の手は、ゆらゆらしました。ちょっと右手を、頭の上から握ってくるようなイメージ。握ったら、右肩をブン。一個アクセントがあるので、ドン。で、ちょっとこう、肩を掴まれたりしたの、その手を払うようなイメージで、ブン。一個、アクセント取ってください。キャピー、キャピー、ジャンプ。チャチャチャ、シュー、ムーネ。揺れて、後ろ向き、ドン。になります。ここ結構余韻があるので、しっかり余韻使ってもらいながら、音たくさん使ってください。最初からいきます。顔から。顔、もう一丁顔、インサイド、お腹、ポン、ポン、正面、右、左、はは、お金ポーズ、一個上がる、ポン、キャピ、キャピ、もう一丁、チャチャチャ、開いて、揺れて、後ろ向き、ドン。になります。大丈夫そうかな。もう一回いきますね。歌が、夢は、夢だ。お腹は減るばかり。旅に出る、お金もない。ポン。ふざけて、いれば、やり過ごせること、ちょっと覚えたと。って感じです。もう一回ちょっとゆっくり言ってから音でいきますね。最初から、かお、ふ、は、ずんかが、正面、いち、に、だだ、お金、ふ、回る、ポン、ギャピ、ギャピ、ポン、ザザザ、ふ、ね。揺れて、後ろ向き、ドン。になります。一回音聞いてみます。